接近に成功。敵船団の真下だ。あれが新型機か。なんだお前たちは。どっちが前かも分からないぞ。装置がアンカーの弱点だ。アンカー上部はシールドで守られています。シールドはコップを逆さにしたような形状です。真下から上部を狙ってください。から警告が入っています。詳細を確認中です。敵船がアンカーを投下。次が来たぞ。叩き打ってやる。これだけの敵船がいる。だが投下するアンカーを一機ずつか。敵が慎重すぎる。緊急事態です。このエリアはサイレンの進路上です。なんだ。敵船団が消極的なのはサイレンを警戒してのことか。ここをサリオです。我々に恐れをなしたか。追っ払ってやったぜ。サイレン、作戦エリアに到達。
装開始だ。攻撃を開始します。サイレンが暴れ回ってる。情報と違うぞ。構わない、全て粉砕しろ。偵察チームだけでここまで戦ってるんだ。大した野郎だ。俺たちの部隊に来い。歓迎するぞ。サイレンを攻撃しろ。まだ余力があった。この戦力では。ですが、サイレンも不死身ではないようです。何？
24時間以上眠り続ける姿が何度か確認されています。いずれも攻撃を受けてから数日のことです。つまり休眠して傷を癒しているということか。そうです。攻撃を受けたサイレンは数日以内に眠りにつきます。眠りの深さは様々で、数時間で目覚めることもありますが、確認された最長は46時間です。攻撃は効いている。それなら戦いようはある。休眠のタイミングを狙い攻撃作戦を行います。Subscribe to this channel.